みんな、ちょっといいかな。模擬戦闘訓練のことで意見を聞きたくて。意見？何か訓練の内容に気になるところでもあるのか？不満とは違うんだけど、今のやり方だとみんなが討伐数を競うことになるだろう。それってどう思う？そうなんだよ。実戦とは戦い方がだいぶ違ってくるからね。それは勝てない奴の言い訳だろうが、技術を磨くには競争するのが一番手っ取り早いと思うぜ。それは僕もわかるんだけど、どうしても実戦のことを考えてしまうんだ。例えば巨人の剣を切って行動不能にするような戦い方だってあるだろう。そういう戦い方には連携が有効だと思うんだ。連携？マルコ、まさかこの前の訓練で俺に獲物を譲ったように見えたのはそのせいか？なんだ、そうだったのか。ジャンの得点が高かったのはマルコのおかげだったのかよ。ああ、いや、ジャンに譲ろうと思ったわけじゃないんだ。実戦のことを考えると自然に一歩引いてしまうというか。お前な、本気で憲兵団に行きてえなら他人に得点を譲るような真似すんじゃねえよ。ジャンを怒らせちゃったな。無理もないよね。僕が勝手なことしたんだから。でもこのままじゃまずい。悪いんだけど少し協力してくれないかな。次の訓練で連携の重要性をジャンに見せて、それを理解してもらいたいんだ。ありがとう、助かるよ。君とならうまくやれそうだから、ジャンや他のみんなにも分かってもらえるはずだ。よろしく頼むよ。何か提案があるのか？意見があればいつでも来い。意見を聞かせて。何か用か？
考えを聞こう。おお。最後に勝利するのは俺たちだ。